飛躍階段行列への変形ということで、実際に行列をですね、飛躍階段行列に変形する方法を確認しておきましょう。まあ、少なくとも階段行列に変形すれば、その後はできるということですね。まずですね、この、ここにあるこの例でちょっと見ていきましょう。まずこれを階段行列にするために吐き出し法を使いますが、例によって位置を作るという操作をまず最初にしています。はい、ここはよろしいですね。 1>, 1を作りましたので、えー、さらにその後1、11成分について吐き出しています。ですから、まあ、言ってみれば、この1を使って1列目を吐き出しから交換してもいいわけですけども、そうすると、2、マイナス2を引きますから、0、1、というふうになりますね。はい。で、マイナス2引いて3で、2を引いて0で、0を引いて5という感じで、1、3、0、5と。こういうふうになるわけですね。はい。で、3行目はそのまま。 はい。今度は、2列目に進んで、2列目のこの部分は0ベクトルではありません。00ではありませんので、えー、従ってですね、この,この部分は0ベクトルというか、00ではありませんので、まあ、今のまま両方とも1ですね。ですから、このまま、22成分を使って、22成分を使って吐き出ししましょうということですね。はい。それで、吐き出しました。 そうすると、このようになります。で、この時、階段行列にするだけであればですね、この下側のここの部分だけを0にすればよかったんですけども、飛躍階段行列にするのにはですね、もうこのまま一気に上の方も0にしてしまいます。というのは、階段のところがですね、全部こう基本ベクトルになるということは、基本ベクトルっていうのは、上下全部0ですからね。ですから、えー、こう言ってみれば、この1を使って全部吐き出してしまえば、この条件を満たすわけですね。ということで、このような形になります。 そして最後に3、4成分ですね。この場合もうほとんどこれこ階段行列になって、ほとんどというかまあ階段行列になってるわけですけども、最後のこの3段目の、3行目のランク差の部分の、3行目の部分のピボット4列ですね。4列の成分、3、4成分を使って、第4列を吐き出すということをすると、はい、このような形になって、これは飛躍階段行列になっています。こういうことですね。 はい。このように、まあ、行に関する基本変形の上で、飛躍階段行列に変形が必ずできます。また、飛躍階段行列の言い方としては、行簡約行列、簡約化行列などとも言うと。これはまあ、前回も言ったと思うんですけども、と英語での表現ですね。はい。ちこちらにも書いておきました。それでは、飛躍階段行列の変形の例題ですね。えー、次の行列を行に関して簡約化し、飛躍階段行列に変形しなさいと。まあ、簡約しという行に関して変形しですね。変形の方ですね。変形し 逆階段行列ね、変形しなさい。はい。それでは、ちょっと皆さん、ノートか、プリントか、なんかでですね、えー、やってみましょう。はい。え、できましたでしょうか。はい。答えはこのようになります。いきなり、ドーンと答えですね。はい。あの、行に関する基本変形による、飛躍階段行列の変形。まあ、やり方ですね。方法は、複数あります。 しかしながらですね、得られる飛躍階段行列、行間行列は一時的。つまり、答え一つなんですね。以前、その階段行列の変形で、階段行列の形は一時的じゃないですよ、というふうに言いました。まあ、極端な話、階段になってからですね、行を書く行を、何倍、3倍して、5倍して、6倍しても、階段行列なんですね。はい、ですから、まあ、まあ、階段行列の形としては無限にあるわけですけども、飛躍階段行列というふうにして、 まあ、リデュースという、まあ、リデュースというのは、まあ、簡約するということですけど、リデュースな状態にしてしまえば、これは一時的、完全に一つに決まると。はい。もうこれどういう変形を途中で誰がやってもですね、A さんがやっても B さんがやっても結果はこれになりますと。こういうことですね。はい。まあ、これの証明は、次回の、にやりますけども、まあ、とりあえず興味がない人は飛ばしてもらっても結構ですけれども、まあ、興味のある人はちょっと見てみてください。